それでは今日のゲーム振り返ってみましょう。初回先発は2年目の楽天は横山。これ柳田選手が28個目の盗塁、しかしその後秀穂選手セカンドフライで結局、このチャンスを生かすことができませんでした。2回ツーアウト満塁のピンチはこれ先発今シーズン2度目のマウンドという小足だったんですが、このヒジーサーショート左、これタイムリー内野安打になりました。これ1点先行は楽天でした。3回ノーアウトランナー1塁、ここでまた楽天はこのところ好調の4番ウィーラー、レフトスタンドの9号ツーランホームラン、ここでもう3点差、3対0、小足がどうにも自分のリズムに持っていきません。でなおも3回の裏ノーアウト2塁1塁、この横山からのバッティングだったんですが、ウィーラーが突っ込んできて、これファイターあふれるプロナイスキャッチ。なおワンアウト満塁、ここで内川がセンターへの犠牲フライ、酒井は必死にホームに帰る、これで1点返しました。内川の犠牲フライで横山から1点取りました。3対1、4回ワンアウトランナー2塁、本当じゃまだ横山なんですが、今宮がその横山からライト左のタイムリーツーベース、これで1点差3対2になりました。ピッチャー福山に変わりました。ワンアウト2塁、ここで見事に高谷が同点だ、ライト前ホークス同点に追いついて3対3。5回表ピッチャーフォアシー2塁1塁、これサンチェスがダブルプレー、これが大きかった。その後も北川を空振り三振、ピンチをしのいだフォアシーです。6回に入りました。2アウトランナー3塁、イーグス3番手武藤、2アウト3塁からこれ内川はセカンドフライで、この回も手を奪えなかったという ね、ボニスさん、でここでまあ森、おとといは打たれたんですけども、そうですね、はい、まあしかし最後ね、このペニャ選手のストレートですよね。そうですね、まあ今日は三者凡退に切って落としました。8回3番手五十嵐亮太をマウンドに送りました。ノーアウト二塁一塁、ここからこのプレー、バントは悪送球、まあ、この後ですよね、このプレー本塁クロスプレータッチアウト、内川これは悪送球だったんですが、そしてその後併殺打なんです。続く島を併殺打でピンチしのぎました。そして9回澤部同点で出てまいりました。これ藤田の時にこれ振り逃げだったんです。これ三振なんですが、ワイルドピッチで振り逃げ二塁、そしてなおもランナー三塁というところだったんですが、これを銀次翔太へのファールフライ、さすがに澤部絶対的クローザーしのぎました。そして延長12回2アウトランナー一塁から、この松田31号、なんとホームランテラスへ跳ねた。延長12回2アウトからのさよならのツーランホームラン31号、5対3、劇的な幕切れが用意されておりました。これで優勝マジック1つ減らして、また12というところへ持ってまいりました。